新生運営のハルタンさん、リクエスト送信されました。よし、これは新たな方法で、きた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 、お願いします。なんか今年一番願ってるわお願いします。何回やね、うん、ちょっと皆さんの力で、ふう、ハラハラ配信じゃんね。これ台本とかあったね、そういえば。あ、ありましたね。やべえ、やべえ。あ、でも、緊張しちゃう。はるたさんがなんか A かな？あ、そうだ、先輩だからね。先輩お姉さん組だから。お姉さん。台本。そう。え、LINE?LINE にあったっけ？これどこにあったかな？ LINE にもあったし。LINE にもあったよね。ワックス、でも埋まってますよね。結構昔かも。遡ってる。きっと、あ、あった。お、よかった。でも台本もあるのすごくない？ね、これじゃあちょっとめちゃめちゃ。あ、そうなんだ。そう、作ってくれました。じゃあ急に、台本っぽくなります。いきます。あ、いきます。始まりました。HKT48 劇団始めます。チーム、ミュンミツ、水色アルタイド、緊急告知ライブ、大盛り上がり。大盛り上がりって書いてある。大盛り上がり。はい。この配信はですね、私たちチームみゅんみつが阿弥陀口で決めたメンバーとコラボ配信をして劇破事について語るコラボ配信です。うわー、 あ、 ーあ、何？なんか消えちゃったんだけど映ってますよ。え、私いる？いるいるいる。あ、じゃあいいよ、構わない今回の配信は私、上野遥香と小田彩香がお送りします。お願いします。お願いします。よかった、嬉しいよ。はい、では劇破事についてたくさん皆さんにアピールしていきましょう。いきましょう。トークテーマ、自分の役職について。はるたんさん消えちゃいました。え、だよね。え、声も声はある、声はある。なんでつらい。これはもう電話やん、もう。でも、なんで？また時間が経ったら戻ってくるんかもしれないですよ。あ、なるほどね。ちょ、まあ、進めちゃいますわ。進めましょう、いつか。はい。役職、候補ですね。うん。役者さんですね。役者ですね。え、てか、はい。小田ちゃんって第一希望候補だった？そうなんですよ、第一希望。だから、めっちゃ、そう、決まった時、ドンって。え、はるたんさんって、めっちゃぽい。うん。どっちってか、第一希望とか何にしますか？はるか、第一希望2個出してて。あ、すごい。本当は決められないって感じ？そう、本当に決められなくて、役者か美術にしてて、結構本当に真剣に悩んだんだけど、マジで決められないし、どっちもやりたいなって思ったから、あの向こうの方にもうあとは委ねようと思って、多分第一希望2個出した人いないと思うんだけど出したら役者になって、でも今役者になった時に、うん、
その役者目線で美術の子を見てたら、あ、私これできなかったかもしれないなと思ったから、こっちでよかったなと思った。わかる？うん、なんかおなごは第二希望が美術だったんですよ。でもなんか、まあどっちかっていうと候補がしたいなっていう感じあったんですけど、ほうほうほう、他のその役者さんとかもちょっと迷ったりした、役職全部本当に何だろう、自分じゃ違ったなっていうのはめっちゃ思う。わかる。なんかみんなやっぱ合ってるんやなってすごい思った。あ、ズームには慣れましたかって。でもさ、広報とかめちゃくちゃやってない？ミーティング。やってますよね。結構最初めっちゃして、ミーティングを。で、その、ストーリーの時から広報入ってたりして。で、どんな話になりそうみたいな感じから。え、その広報入ってた？はい。なんか、え、そうなんや。なんかポスターを作るのが、やっぱ雰囲気とかも聞かなきゃいけないんで。なるほどね。でも元々全然違うストーリーだったじゃないですか。うん、違ったね。マジで全く違った。だから本当は最初からその駅行ったりとか全然考えてなくて、なんかお花とかそういう写真を使おうとしてたんですけど、あーぽいね。うん、なんか暗闇の中にお花に光が差してるみたいな。あーぽいぽいぽい。それを想像してって、でも今となって本当にすごい良かった、変わって良かったって感じ。確かそれはある。なんか変わった時はさ、ちょっと正直立ち直れなかったけどさ、ちょっと、もう今言うんだ、でやばいやばいって感じなんで。しかも役者はまだ台本とかも全然なかったのにもかかわらず、これだけ私が落ち込むって考えたら、みんな少し動き出した時も絶望的だったんだろうなって思った。そうです、大変だったね。前のストーリーでやるとまたみんな違った感じ、なんだろ、それも見てみたいと見てみたいっていうのあるですよね。ある、めっちゃある。てかちょっと忘れられないもんね。ね、やってみたい。もし、ね、2回目とかあるならそっちでっていうのも楽しそうだね。ガラッと変わって。うん、でもハルタさん今ずっと稽古とかしてるじゃないですか。どんな感じですか、あんま広報として稽古を。あ、確かに、まあ、見るんですけど、あの投資以外見てなくて、どんな雰囲気なんやろみたいな、すごい気になる。でもなんだろう、なんか役者の人たち割となんかみんな人見知りで、あのメルとかだったら結構喋って自分から意見言ったりするんだけど、こうたまにワークショップとか開いていただくときに、こう新しい方とか来たら シーン シーン確かに新しい人はビビっちゃいますよね。そう、緊張しちゃって。まあでもなんだろう、そんなね、なんかめっちゃ思い詰めてるとかは私はあんまなくて、結構楽しくやれてます、本私当は。なんか楽しそうって思っちゃいます。ハルタンさん見てると。本当に？稽古の時もなんかすごい生き生きしてて、いい、かうわ、わかいい。っこいいってなる。嬉しい。なんかさ、小田ちゃんがさ、投資の時にさ、2個ぐらい前の投資の時にさ、なんか一人一人感想をこう求められる時で、その時になんかちょっと言ってくれたよね、私のキャラが。なんか、最初の時と変わってて結構、なんか、そう、それでなんか、感想を小田ちゃんが述べてくれたのが嬉しかったです、私いや、なんか感想聞かれると思ってなくて、あ、やべは。やべやべってちょっと焦っちゃったんですけど。発表会みたいな。でもなんか、ハルタンさんの役ってあんま、詳しくは言えないけど、もう、ハルタンさんしかできないことが多い。だから、すごい、ハルタンさんだなっていう役。だから、す確かごい、なんに。か、もう、ちょっフとィッわト、かフィッるかト。も。ちょっとかすってるよね、上野遥を。そうなんですよ。上野春、こうぐらい。なんか、ちょっと違うぐらいね。そう、ちょっちょっと違と違う。う。ほぼハルタンさんだったり、でも、ちょっとやっぱり、そのね、違う、ちゃんと役もあるし、もう見てて、あ、ハルタン散歩みたいな部分もあって。確かにね。うん。
そうですね。楽しい。小田全然はるたさん見えてないんですけど。いや、はるかも自分のこと見えてないから、ちょっと顔をどんな顔していいか正直。でもみんなには見えてるらしくて。え、そうなんですか？私のルームに入ってる人は見えてて、小田ちゃんのルームに入ってる人は見えてなくて。こう成功か失敗か、どっちかだったらいいけどさ、そう、なんか中途半端やめてほしい。なんか、ちょっとできてるみたいなやつ、なんの電話みたいな感じ、ね。ほぼ電話やんね。電話ですね、これ。まあ、それはそれで。まあね、できないよりはまあ、よかった。まあ、それは。もうだ、願ってましたもん、天に。私も、もうずっと無言だったもん。とにかく、あ、かわいい。とにかく願って全力でやってた。よかった。何がいいか。劇端が始まって変わったことって書いてた。変わったこと、まあ、変わったことでも結構多くて、うん、そのやっぱ発言するっていうか企画持って行ったりとかするので、うん、やっぱ自分が思ったことを言う機会が多くて。そっか。そう、なんか今まではこう人の話、うん、こう会議とかも話し合ってる人聞いて、うん、あ確かにな、みたいな相づちばっかり、うん、で、まあ、それで全然あ、まあ、確かに確かにとか思ってたらこう会議終わっちゃうみたいな感じの性格だったんですけど、今はなんかあでもここはこうした方がよくないですかみたいな、すごいとかちょっと言えるようになってきて、これちょっと変わったな。すごいね。結構それでかいよね。だってもう常にさ意見を求められるわけやん。案とかさ。そうですね。そんなもうすごいよね。ほぼ毎日だってね。昨日が一番おだんの中でピークで、うん、なんかもう候補やばいんだよね。今ね。正直もうこんなことやばい。正直やばいんですよ候補今ね。そうなんですよ。この時期結構来てて。うん、昨日の夜はなんか何日間もかけて集めた写真たちがあったんですけど、それがなんかまあいろいろトラブルあってもうパーになって、ゼロスタートやーっていう絶望。そうだね。しかも今日が締め切りみたいなって感じで。えぐ、もうえぐいけど、でもはるたんさんも結構助けてくれて本当救われました。今日会った時言ってくれた。もう救い、もうみんなの協力が本当嬉しいっていう感じです。広報としては。わもう考えただけでもう真っ青になりそう、こっちは。もう本当に、あらって。一回寝ようかなみたいな考えちゃいます、ね。そうね、もうそうなんだよ。大変なんだよね、今ね。いろいろやってくれて。予告みたいなやつだよね、確か。あ、そうです、そうです。あんま言えないのがまた。そうなんだよ。絶対口走るタイプなんだよ、だ本当に。わかんない、私も。てか、もう役とかもう言っちゃいそうだもんね。もう言っちゃいそう。ダメ、ね、注意事項ちゃんと読もう。リコピが書いてくる注意事項。注意事項あるんだ。注意事項、注意事項。あ、ほぼ NG です。ほぼ NG でございます。まあ、高校3年生ですよね。あ、そう、高校3年生なんですよ。うん、そうそうそう。一つだけ言えるのは、主人公ルナがアイドルを目指すっていう話。うん、ね。これは言う。それだけ。そうなんです。あ、誰々と誰々のシーンが多いとか、匂わせはギリ OK です。ああ。あ、役柄についても性格などは OK だって。あ、そうなんですね。そこはね、言えるかな。はるかさん。確かに。はるか、うん、でもなんか、なんやろ、めっちゃふわっと言うと、うん、まあいるじゃん、女子高生の中でさ、ああ、誰とでも仲良くなれるな、こいつみたいな。明るいやつやけど、うんうん、軽いと思いきや、え、お前、みたいな感じ。わかる。いや、そういうね、そうだね。みたいな。結構と思う。なんだろう、意外と、意外と、そうなんだよね。最初の役はなんか、ただちょっとぶっ飛んでるやつ俺だって感じだったけど、愛せるキャラになんか。わかります。小田一番実は、その5人の中で、うん、おしめというか、そう見終わった後に好きになるのがはるたんさんなんですよね。マジ？鳥肌だった。
これ見る見る見えないんだったら、あたちゃん。あ鳥肌見せれなかった。鳥肌。そう、なんかいいよね。なんか一人一人やったね。あ、そうだ。はい、これ持ってますか、はるたさん。持って、あ、でもさ、ちょっと待って、持ってくるわ。ちょっと待って。そう、これ忘れてた。あのね、宣伝しなきゃなんで、しなきゃっていうか、そんなね、しなきゃってしたいんですよ。これね、クリアファイルで、ね。あるある。ちゃんとね、お、ご方の方からいただきまして。イエーイ。ちょっとさ、私自分の見えなくてちゃんと映ってるのかな。そっか。でも私の方はポスター、メインビジュアルのクリアファイル。小田ちゃんはみんな映ってるやつ。なんか、怖いな、映ってるかな、大丈夫みんな。すごっ、怖すぎる、その配信は。実は、マジで。ちょっと、マジで。やばい。これね、これみんな色かわいい、これ。はるたんさんは、あれであれ、うん、え、はるたんさん、はるたんさん。あ、いた、あ、いた。そして、鬼。おなちゃん、マジかわいい、それ。これ候補。そう、スーツはね、あの、マネージャーさんにお借りして。うん。あ、でも、はるたんさん、これ、自分の、ですもんね。あ、そうだ、自分のヘッドホンを。うん。なんか、ほんとこれ、役柄に合ってて。確かに。着てそうだもんね。着てそう。なんか、一回、その、あ、その日の撮影の時だ。私さ、いるものリストに入ってなかったから、あ、グッズ撮影の時はいらんのかなって思ったんやけど、はい、なんかちょっと引っかかって、家出て5分10分ぐらいの時に、あの P のさやかに、もしかしてヘッドホンとかいるかなって言ったら、入れますってダッシュで取り帰りました。勘が走りました。取り帰って、うわすごい、はい、そんな苦労を見せないこのすまし顔。すましとるわ、すまし顔。かわいい。この写真とかも、うん、みんなで広報で手分けして選びました。え、やっぱり、はい、もうね、チョイスがメンバーだなって思った。え、やっぱ違うんですか。うん、なんか、なんだっけ、さっきさ、やってた診断メーカーはい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 のやつ、あれはあれも選びましたね。ですよね。あ、違う、最高です、やっぱ。いや、すごい、よかった。ありがとう。はるたさんはね、多分リコピーさんが選びました。おー、同期。同期。同期、ありがとう。同期だ、じゃあ分かってるかなっていう。分かってるな。ありがとう。え、なんか、え、じゃあさ、このさ、このさ、クリアファイルとかのさ、デザインもさ、やったってこと？そう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 。だよね、もう全てだもんね。これ、小田がちょっと考えました。なんかあのシャボン玉にメンバー入れちゃおうという。シャボン玉マジエグいよ、その発想、ありがとう。マジエグいと思う。でもこのシャボン玉のちゃんとしたデザインまでは多分クリアファイルの方がやってくれたんですけど、結構もうイメージ通りにできました。うわー、すごいよマジで。全部だもん。それこそこのさ、ね、何、メインビジュアルもさ、うん、やってくれてるやん。そう、メインビジュアルはめちゃめちゃいい写真多くて、うん、選び素材めっちゃ多いね。素材多い、本当にいっぱいある、ね、写真ばっかり。うわー、マジでお気に入り。でもほんの、その5人が集まったらすごい、もうもう超いい。アルタイが始まるよね。始まっちゃう、アルタイってるよねみたいなことになる。アルタイってんね。なんかさ、なんかすごい、このさ、自分はさ、稽古やっててさ、あんま気づかなかったけどさ、客観的にこの5人見たときに、あ、ちょっといいなと思っちゃった、なんか。バランスがいいのかな、なんかいい。波長合うよね、割と。うんうんうん。プライベートでも。手の感じとかもいい感じで。この。わー、いいね。後ろも可愛いです。ちょっと見えないんですけど、多分映ってる。見えないんですけど。見えないんですけど。これさ、はい、なんかさ、
水色だけじゃなくて、ちょっとなんか下ピンクっぽくなってるとか、そう、と淡い感じが可愛いです。とってもマジでお気に入り、私はこのクリアファイル。本当にでグッズマジ可愛い。そう、グッズをね、いっぱいありますね。あれってもらえたりします？ね、お名も欲しいんですよ。もらいたいですよ ね。もらえなかったらマジで買う、リアルに。あれってネット販売してるんですっけ？ね、一回販売終わっちゃって、またちょっとこれは内緒なんですけど、うん、またあります。あ、言った。あ、言ったか。え、これ言っていいの？いや、まあでも絶対わかる、あるってことは。そう、そうですよ。ありますね。うん、正直あります。まあ内緒ね。みんなお待ちいただいて。うんうん、そうね。正直内緒だけど。そう、正直内緒なんです。正直ね、まあ内緒だけど、特別にね。そうですね。紹介させて。ありがとうございます。え、早いですね。なんか本当は20分とか設定だったんですけど。てか20分ってマジ一瞬じゃない？一瞬すぎる。でもこの後いないんで、うん、まあ。あ、そうじゃん。はい、伸びようが。どうなじゃあ、あ、小田ちゃんが良ければ、このままね、うん、ちょっとまだ。うん、全然いいですよ。あ、本当？あ、じゃあやろう。むしろむしろいっぱい。なんか何話走りそうだったら止めますけど。そうなんです。はい。わあ、誰が、あ、そう、なんか高校3年生の役ってなった時に、うんうんうん、やっぱ痛感したのは自分高校3年生じゃないなっていうのが話し方で分かるらしくて、え、口調、うん、なんか落ち着き度合いがなんかやっぱあるらしくて、これをなんかね気をつけてて、めっちゃ、それでも一番難しいかもしれない、ナチュラルすぎて、うん、そうなんだよね。なんかちょっとあんまさ演技やったことなくてさ、でもなんか、イメージはね、うん、そうなんだよ、なんかめっちゃみんなのレッテルは結構大きくて、うん、大きくガーッて貼られてるんだけど、うん、経験豊富って感じ。そう、なんか私マジでちゃんとしたやつ2回目ぐらいなんだよね。そうだから、最初やった時も高校3年生の役だったのね。あ、そうなんですね。でもその時はリアルに高校3年生だった時だったから、そういうの考えてなかったの。だけど、その今あー違うわってなるんだなって。すごい、やっぱさ、いぶきとかがさ、逆にさ中3だからさ、そうそうそう、あんまりがね難しいんです。いぶき、いぶきの結構話すところ多いじゃないですか。多いね。そしたら、あ、やっぱなんか若いなって、確かに口調とか。なるなるなる。テンションかな。テンションだな、ね。いくら演技でもいぶきには持っていけないって思っちゃう。わかる。そこまではいけんなって感じ。そうなんですよ。うわー。いいんだよな、でもね、いぶきの声とかがやっぱ唯一無二な感じがして、すごく聞いてて主人公やなって感じする、めっちゃ。そうですよね、いぶきだって、いぶきしかできないって、これもまた思っちゃった、うんうん、毎回思ってる。本当にそう、いや、すごいよね、うん、いいんだよ、ね、なんか5人で、まあ、役者としてやってて、うん、前より仲良くなったメンバーとかいますか？あんまり。でもなんかね、やっぱみんな全体的に、なんか喋る機会がめっちゃ増えて、例えばなんか稽古中は、まあ稽古してるから、まあ、セリフで喋ったりもするんだけど、今日とか握手会で会ったりするじゃん。はい。なんか私、なっちゃんとの距離感が、多分バグっちゃって。なんか今日、私カップ麺禁止してるので、ね、2021年、あ、知ってますよ、すごい、ね、ちょっとやらせてもらってるんですけど、今日楽屋でなっちゃんがカップ麺食べてたんですよ。お、でその食べてるのをもう顔くっつぐらい真横で見てて、あ、ちょ、冷静になって、あ、私何してるの、なっちゃんの距離って思ったりとか、めっちゃ大声で2人で話したりとか、朝一番話したのもなっちゃんだし、今日一番話したのもなっちゃんだったりとか、あとひろなちゃん、
に対してもやっぱ気軽に話してる自分がいるっていうか。あ、確か今まですごい2人のイメージはなかったけど、水色になるから。そう、気合入っちゃうの。やっぱひろなちゃんと話すってなると、うん、内容考えて、あ、そうかなって思って。気合ね。うん、ひろなちゃんさーみたいな感じで話すけど、割となんか、前はひろなちゃんさーだけど、今は、うん、ひろなちゃんさーみたいな感じで、ちょっとエチュードみたいになっちゃったんですけど、すいません、なんか、役者出ちゃったんですけど、なんか、気軽に出ちゃったんですけど、出ちゃったんですけど、気軽に話したいと、なんか、嬉しいなってなるし、いぶきはもともと結構話すんだけど、若菜はなんかチームオレンジからこの役者で一緒ってなった時に、うん、5期生の中でもう3番目の指に入るぐらい気軽に話してて、なんか不思議だなって。なんか若菜ちゃんってさ、人見知りじゃん、めちゃくちゃ。あ、そうで、話したらそう、めっちゃ話すけどみたいな感じが、割となんか若菜もめっちゃ気軽に話してくれてるわっていうのが分かって。あ、これは人見知り同士とかって結構なんか壁を越えたらめっちゃギュって仲いい。分かる分かる。話したいって気持ちはやっぱさ、人よりやっぱ大きくなってるからさ、話しかけれない分だから仲良くなってるなって感じ。でもさ、広報もさ3人めっちゃ話すわけやん。そうです、えぐいっしょ。もう皆さんとさなちゃんと小田、もうみんな気も違うし、うん、チームもまあもちろん違うし、あの3人っていう関わりが全然なかったんですけど、うん、やっぱずっと話し合いになって、でさなちゃんもめっちゃアイデアマン、あ、えこれめっちゃいいやみたいな案くれるし、で皆さんはすごいなんか引っ張ってくれる感じ。で、めちゃめちゃ話、もうずっとこう LINE とかなんとかやってて、今日会った時になんか実物で会うのが久しぶり。あ、だからあれある。携帯の世界の感じで仲良くなってる感じがして、なんか思わずなんか皆さんの肩ボンって両。で、自分で触っちゃったと思って、ね、俺がバグるのよ、やっぱリモートしたら。そうなんですよ、不思議ね。うん、なんか心の絆は強いですよね。そう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 、もうね、見えずとも、もう確実なものがあるからね、私たちの中には。もうそういうのが、まあ、作品とかに出てくれた、本当に。ね、うん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 、でも、役者のファンじゃない方も見た方がいい。あ、絶対に見た方がいいよ。もうこればっかりは大声にして言いたい。はい、いたい、あれ見で、あ、ねえ。うん、本当ですよ。あれだよ、だって。あれは見なきゃでしょ。また、ここまで。あ、まあ、内緒なんですけどね。けど、もう絶対見た方がいい。そうね。これはちょっと言っていきたいよね。本当に。これはね、すごいいいな。なんか贅沢だなって思った、私。本当に、いや本当にそれはもう、うん、絶対もう見ないと、あってちょっと後悔するかもしれない。後悔するね、絶対。ちょっと今これ聞いて、あ、やべえ、追加しようって思っているんじゃないかしら。そんな時はこのバナーをチェック。そうだ、押したらいけるんだね。でも自分じゃ押せないから本当にできてるか分かんないんですけど。分かる、一応飾りみたいな感じで。そうそう、違うサイト飛んだらどうしよう。登録間違ってたら怖いな。大丈夫かな。で、そこなんですよね。大丈夫かな。ちょっとみんな試しにちょっと押してみてください。はい、試しに押してみて。あ、こういうのもあります。ズーム演劇のいいところっていうのもあります。いいところ、それはどこでも見れる。え、どこでも見れる。そうですよね、うんうん、うん、どこでも見れるわ。お風呂でも見れる。いや、そうですよ。もう自分はどんな状態でもいいわけですよね。寝ながらでも。結構私さ、これ革命的だと思ってさ、うん、今までさ、なんかあるようでなかったような感じするし、あったのかもしれないけど、ここまでなんか追求したのってなかったんだなって思ったら不思議だけどさ、生配信じゃん、こうやって生演劇じゃん。 それがやっぱすごい、すごいよね。10声ありますもん。
ねえ、私さ、知らなくてさ、最近まで。なんか、あ、10個やる。10は結構な、結構ですよね。数的には。しかも、1日に。生中継。そう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 。うん、何回あるんだ ?4 回 ?3 回 ?3 回ある?他のチーム、あの、ゴリラと合わせて、3回とかあったりするよね。あ、1日?うん。あ、あるかも。後方やのに。うん、いやあ、書いてあった。アーカイブも見れます。もちろん。そう、それもすごくない?でもすごい。マジでね、革命的なのよ。でもやっぱり生の方が、なんかあのコメント参加とかもあるらしくて、なんか生を、そうだ、生配信で見れることをおすすめするって、小川さん説明。あれもあるしね。あれもあるし、あれもあるから、やっぱまあ、そりゃ生の方がいいか。まあ、生の方が、うん、いいです。まあ、できることならね、まあ、それを推薦したいね。あ、そうそう。うわ、あ、と教えてもらいました。1日4回計20公演ですって、うん、その両チームで。お、なるほど。なるほど。もう情報が数字とかも苦手だな。覚えられない。バグっちゃってても。うん、わあ、すごいな。スケさんうどんですよ、ハルトさん。スケさんうどん。私たちはこのエピソード話せるんじゃない？そうですよね。ハルタンさんも好きって聞きました。もうね、なんかさ、私たちにとってはさ、もう好きとかのレベルじゃないよね、もう。もう日常。常に生活にあるのよ、やっぱ。うん。うん、当たり前だもんね、なんか。そうですよね。もう家族と結構行くこと多いですけど。わかるわかる。気軽に行けるんだよね。気軽に行ける。全然一人でも行ける感じの。行ける行ける。てかやっぱ行っちゃうもんね。行っちゃう。なんかもっと寄せられる、こう、スケさん側にね、うん。なんかさ、やっぱいろんなうどん食べる機会ってあるじゃん。うん、生きてるとさ。でも、本当にガチでさ、スケさんうどんに勝てるうどんないって思ってる。私、本当に。自分にとっては。それは思います。やっぱりスケさんだなってなっちゃったら。うん。なんだろうね、なんかもう。いつ食べてももうスケさんうどんなのよね、スケさんうどんって。そう、だからそれがあの劇中にスケさんうどんさんがあのメニュー提供してくれるってなったんで、うん、まあ、それもねちょっと見どころで、どこに出てくるのか。これやばいよね。なんかもう夢のようじゃない。なんか私たちからしたらさ、仕事で一緒になんか。そうなんですよ。まさかって感じで。うん、やばいなあのさ、はい、行くとさ絶対買って帰らなかった。ぼたもち絶対買って帰る。うどん食べてやっぱお腹いっぱいなんで、ぼたもちは持って帰るものって感じ、うん、一緒。そう、入るときは食べますけどね。まあね、なんだろうね、あれやっぱさでかいよね。もう普通のよりでかいし、あのさ、6個入りじゃん、あれってさ、パック。うん。あれはさ、もう、ぎゅうぎゅうなのよ、あれって。そう。すごいよね。ほんとに。あれを見ると、他のぼたもちとか見ると、うん、あ、すけさん食べたいって思って。わかる。ほんとに。ほな、もう、すけさんは、ぼたもち専門店を別に作っても全然売れると思う。うん。ほんとにそう思う。うん。あとおでん、おでんも、おでんもね食べちゃう絶対行ったら。だからスケさんの CM してますけど急に。でも本当にね、わかります。もう本当スケさん美味しいから、うん、テイクアウトとかもみんなして味を知ってほしいってすごい、うん、ぜひぜひぜひ。それ言うとカルビーさんもね。そう、カルビーさんもなんかさ、すごくない？なんかちょっと。いや、本当にすごい。大事になってきてるよね。そう、なんか、広報側も、なんかいろんな企業を巻き込んだ方が、うん、やっぱその企業のファンの人が激恥するみたいな。うん。そう、逆に HKT ファンも、
企業さんの方、うんうんうん、っていうなんかあの利益同士を、はいはい、そう提供していかがですかみたいな感じで資料作る。仕事資料？そっかそっか。そうあの作成するんですよ、紙で、紙っていうか文字で、そういうのもあったりして、だからもう本当に叶ったらもう宴。やばいね、感動もんだね。わあ、それ聞くとやっぱなんかすごい染みるよね、そのコラボとか。やばそう。そのさ資料とかさ、うん、当たり前だけどさ作ったこととかないじゃん。ないですよ。めっちゃ大変だったでしょ。全然できなくて、最初はもうマネージャーさんに提出、うん、アドバイスもらう、書き直す、アドバイスもらうみたいな、何回か経験してできるみたいな感じでした。大学生じゃないんで分かんないけど、大学生ってこんな感じなのかなって思って、うん、いやすごいよね、やっぱ普通の社会人の方とかはやっぱすごいことしてるんやなって思った。そうなんですよ。もう今回はみんななんかこう目標の日にち20日が始まりとかあるから頑張れるけど、うん、これがずっと続くのはしんどって思った。あーそっか、期限があるから頑張れるっていうのすごいあるなって思いますね。あー乗り越えればね、いけるからね、うん、そうだね、これ終わった後もうみゅみつみんなでもうそんな環境になってたらいいけど、もうみんなでパーティーしたい。わ、うん、かる。あの3日間ぐらいやりたい。あの止まって連続でやりたい。高野菜って高野菜宴、高野菜宴、宴高野菜。本当にそのぐらいもうみんなで頑張ってるなって思う、うん、でもさ今がさすごいじゃん、もう毎日終わった時ちょっとどうなっちゃうのか怖いよね。いやこんなにやってた分さ、ぽっかり穴開く系か、そうそう、うん、達成感か、うわーなんかいろいろありそう。そうだね。でもあそっかそっか、どうなんだろうね。うわーでも、ま、でも稽古してるから、うん、なんか本番実際その見に来る視聴者の方がいるのがまだ想像できてないんで。うーん確かに反応とかもめっちゃ、そう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 、コメントがあるもんね。そうなんですよ、なんか正直に答えてほしいけど正直怖いけどで、みんなで作ってるから本当にいいもの作りましょう。うん、ルパンチパーキャッチ、あこれで繋がるかな大丈夫そう、大きさ大きさ大丈夫かな、あのはるかだけめっちゃ手でかいみたいになってるかして大丈夫かな、ちょっと動かしとく。はあ面白い普通に楽しい、なんか話してないね、普通に楽しいなんかこれコラボ配信なのに楽しいことしてるわ。ほんまやな。あなんか喋ることいっぱいありましたね、なんかあの決まり言葉、うん本当だ。えなんか話さないといけないことあったっけな。うわそれ後から思い出すパターンだ。え、ね、クレバーで言ったし、やっぱり言った。何があるかな、もう大丈夫。へえわーうーん匂わせかじゃあはい、誰々のシーンが多いとかギリ OK って書いてるので、あ、ね、ここだけにね、ここだけ見た人だけ限定でね、ちょっとうっすら、そうです、流出禁止で、そうです。マイカはですね、はいまあどっちかってとこの中ではちょっとはい一人が多いございますねすいません、あの5人、まあの中でね、まあ、1人が多い人、まあ、やっぱそういう性格な子だけど、うんうん、でもそんなマイカがっていうとこある。そのマイカが、うん、あこの子と1対1でみたいなのが結構グッとくるかもしれない。それはまあ誰かっていうのはまあ内緒にしとこっかな。意外なのかもしれないしじゃないかもしれないから、これはちょっと楽しみにしててほしいな。そうそうですね、楽しみにして、ぜひお願いします。うわー
グッズを買いそびれました。大丈夫です。もしかしたらもう一回販売があるかもしれないので。そうそうそう。もしかしたら、ね。私もその時に買い。わあ。あ、診断メーカーの宣伝とかあって。え、やった診断メーカー。あ、しましたしました。おだは、ババマル、ババマルちゃん。ああ、見た見た。やりました。はるかは、愛知だった。お、美術だ。美術です。おー。おあれさ、可愛くない？みんなグッズのさ、美術の人は美術っぽいとか、そうだちゃんみたいなさ、こう。なんか愛知が、なんか顔ちょっと、汚れてるんですよ。え、それいいよね、マジで。いいね。これ自分で汚したらしくて。ちょうどよく。そうなんだ。でもそれ可愛いと思って。かわいい。役者さんはやっぱ制服だけど、うん、みんなその感じで。やっぱさ、アイドルだからさ、うん、裏方って感じがやっぱ、抑えきれないよね、やっぱ。もうアイドルが出てきちゃってるから、やっぱみんなね。で、なんでここで出さないとですね。ね、ここでも顔出すとかないと。ここではね、顔出して。でも他はもう裏方で、もう役者の皆さんに応援するという。はい。本当に毎日ね、お稽古大変だと思うんですけど。いや、とんでもないっす。寝てますか？もうそれだけ心配、私は。いや、私の方が心配よ。私ですか？もう、だってこの、うん、この数日間、世界で一番広報が大変だから今この時期はマジで本当に広報がねえぐいんですよ。みんないたわってあげてください。本当によく頑張ってください。いやもう LINE がすごいもんね。もうファイルとかデータとかばっかりこうねやってくれてて、まとめてくれたりとかして、いやいやね、なんかよくさ、そう大変じゃないですかとかってなんか言ってもらえるんですけど、うん、なんやろ、なんか大変、ま、なんかみんな見てたらもう口が裂けても言えないの、大変とかなんか、いやなんか、まあ実際はでもそんなもんなんですよ。そうだよね、みんな大変すぎて大変だけど、うん、まあこれが仕事なんでってなりますね。うん、そうそうそう。だからむしろなんかなんだろう、いつもだったらさ、わーってなるかもしれないけど、みんなが頑張ってるのを知ってるからこそ、うん、めっちゃ燃えるって感じ。もう燃えたぎってて、もう危ない、マジで。私がもう熱々に映りそう。燃えすぎてて気持ちがもう、なんか文化祭みたいな感じがして、みんなが、うん、一個のことを頑張るよって。文化祭ちょっと 夢だったんで、今文化祭してる感じがします。うわー、めっちゃわかる。それなんかドラマの文化祭を今してる感じ。うーん、作り上げてる感じがね、もろそんな感じするよね。文化祭なんで、わー楽しみだね。やばいね、楽しみです。エフリでやばい。もう50分でした。ほんとだ、すごい時間を忘れて。ランキング読みましょうか。読みましょうね。あ、そっか、そちらのランキングの方と違うのかな。そうだね。じゃあ、おだちゃん、同じランキングでいきますわ。13位、じゃあ13位先に言います。ニーティブさん、はい、はい、博多ひろたんさん、おめでとうございます。12位、ホリエモンさん。12位、信之さん。ありがとうございます。はい。11位、ネモさん。11位、陽介タンタンさん。ありがとうございます。10位、ピーピロさん。10位、マックさんタンタンさん。ありがとうございます。タンタンさん多いですね。9位、アツシさん。9位、大好きタンさん。ありがとうございます。8位、まさみさん。846番さん、ありがとうございます。7位、 PK ストーリスガリさん。7位、ミノルタンタンさん、ありがとうございます。タンタンさん流行り。6位、つよし12秒さん。6位、マナさん、ありがとうございます。ありがとう。5位、ヤマちゃんさん。5位、鈴友タンタンさん、ありがとうございます。
よい、茶毛さん。よい、コウタンタンさん。ありがとうございます。楽しみ。3位、ともちゃん。3位、はるたみもむりちゅうさん。ありがとうございます。イェイ。2位、みやっちゃんさん。2位、おばけさん。おばけさん。おばけさん。1位は、ケックケイさんです。1位、かさっぺたんたんさんです。やば、たんたんじめー。たんたんじめー。ありがとうございます。ありがとうございます。やば、楽しかった。楽しかったですね。これはいいね。あ、最後にちょっと言う言葉があったんで、ちょっと終わるけど。あ、そうだね。最後にですね、劇団みゅんみつ水色アルタイル上演日程についてのお知らせです。今回、ゴリラ組とみゅんみつ合わせて1日4公演を5日間全20公演行います。あ、ここ行っちゃった。で、私たちみゅんみつは水色アルタイルという作品なんですけど、うん、そこの日程はですね、2月20日、21日、23日、27日、28日の11時開演と17時開演の2回公演は、まあ、口頭で伝わるのかな、その10公演になっている。これ全部共通なんだ。そうなんですよ。あ、そうなんだね。結構朝11時って結構メイクとか早いね。早起きですね。めっちゃ健康になりそう。あ、本当だ。朝ちゃんと起きて、うん、え、これでもし寝坊したらどうなるんだろう。怖っ、やべえ。怖っ。でも、ね、早起きね、頑張ってもらってね、頑張ります。で、はい、このということで、ミスアルタイルバナーでチケット購入ページに飛ぶこともできるのでお願いします。はい、バッチです。ぜひぜひぜひ試してみてください。あの、私たちはおせないので。本当にできてるかなっていうのはありますけど。楽しかった。楽しかった。明日が最後だね、これ。そうです。明日が最後。明日、ミクとなっちゃんだ。お、ミクさんなっちゃんって、こう、ミク、夏？なんか名前あるんですかね。夏。これ、このペアも、なんだろう。小田春。小田春。小田春。なんかいっそ、小田春正さんとか、なんか、いっそ。いそうだ。小田春。でも夏ミクってすごくない？夏ミク。あ、ミが。あ、本当だ本当だ。夏ミクね。ク、いい。いいです。勝手に決めちゃったんですか。イエーイ。じゃあ明日もね。はい。コラボ配信できますように。はい、できますように祈っときましょう、私たちが。祈っとき。私はちょっと春田さん見えないんですけど。私は自分がずっと見えないです。怖い。え、スクショとかしますか？あ、でもファンの方は見えてるんですよね。うん、見えてるらしい。あ、小田ちゃんのとこも見えてるらしい、私。私と小田ちゃんしか見えてない。え、不思議。なんで。え、じゃあ、こっちにいるのかな。じゃあ、スクショ。多分、はい。あ、M にします。あ、そうしよっか。イェイ。カシャカシャ。みゅんみつも水色も M だ。はぁ、あ、すごい。M です。すごい。イエーイ。誰が考えてくれたのかわかんないけど、水色アルタイルのみゅんみつポーズ、うん、これ、え、これ私、え、すごい。え、なんか、そうなんです。なんか、あ、なんだっけ、なんかの配信みんなでしたときにイエーイで MM ってやったら、うん、浸透しました。そう、え、これ誰が考えたやろってずっと思ってました。これね、なんとなくちょっと伏線っぽい、うん、私にとってはこのポーズもですが、ちょっと伏線わかる。まだわかっちゃった。伏線っぽい、ね、なんでこれも楽しみにしていてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。あ、楽しかった。あ、楽しかったですね。カロリー消費された。うん、あ、楽しかった。ではクリアファイルも、いやいや、これ切ったら終わっちゃうのかな、多分。じゃあ一緒に切る。一緒に切りましょう。なんか仲良し勝ってるみたいな。さんが頑張ってくださいって。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ頑張りましょう。うん、頑張ろう。また明日。また明日ね。